日韓ドリームプレイヤーズゲーム日本・韓国22日エスコンフィールド試合を前にセレモニーが行われ杉谷拳士氏が上空からパラシュートで登場した写真まさかのパラシュートで豪快スライディングも立てない必死すぎる表情開会宣言のサプライズゲストとして呼び込まれ一度は到着に時間がかかっているとされたが数分後に空から登場した 姿が見えるとスタンドからはどよめきと拍手が起こった着陸は一塁後方で豪快なスライディングとなった杉谷氏は「立てないこれより日韓ドリームプレイヤーズゲームスタートです」と開会宣言し大きな拍手に包まれた